本日はこちらのゲーム、北斗の拳レジェンズリバイブやっていきたいと思います。で今 2.5 周年記念のチケットガチャが来ていて、30枚貯まったんでね、回していきたいんですけど、提供割合の方は、ボーナス枠の出現が 16% ですね。で 16% のうちの 4.3747% で、各剣士が出てくると。で狙いの方は、ヒョウ、カイゼル、シャーザン、バスク、ジャギ、スナグモ、ハン、ハーン兄弟ですね。まあ、それ以外は星7で持ってるので、まあ、それをちょっと狙っていきたいなっていう感じです。じゃあ早速回していきましょうか。それではいきます。光らないっすね。まあまあ30巻あるんで。ああ不動。不動か。あ230個でかいっすよね。あとその他アイテムも結構美味しいっすね。これは。いいかもしれん。今んとこ一回光りましたね。ああ光らない。 16% なんでね、ボーナス枠の出現が。全剣士のかけらはいいですよね。はい、どんどんいきましょう。光らないか。さあ何が来るか。あジャギ、ジャギは当たりです。この時を待っていたのだってやつですね。 OK です。さあ次。いやいい感じですよ今のところ。さあ来た。あーハーン兄弟、これも当たりっすね。いい感じです。非常にいい感じ。さあこれで10回目、10回中3回今光っていて、これで光らないと。10回で3回光りましたね。確率的にいいんじゃないですか。さあ行きましょう。光らない。さあ頼む、光ってくれ。と光らなくなってきたよ。あー光らない。あどうだ、そろそろ光ってほしいところ。あー厳しい。来てくれ。よし。さあ何。おーシャチか。
かシャチはね星7なんですよ。まあまあいいでしょう。よしこの調子で連続と光ってほしいところ。厳しいね。厳しい。報酬もちょっと弱い。ちょっと弱い。アイテムも弱い。光らない。もう一回光ってほしいところ。ここは光ってほしい。来た。カイゼル。カイゼルも当たりっす。カイゼルも当たりです。カイゼルさん、あざっす。さあ、ラスト10行きましょうか。さあ、このラスト10回でどんだけ光るか。1回目光らない。厳しいね。光らない。やっぱり10回中2回か3回ぐらいしか光らないんですかね。さあそんなことはないということを証明してほしいところ。やっぱり確率通りか。ラスト5。これは確率通りになりそうですね。ラスト4。光った。さあここひょう。おーい、いいです、いいです。今日も当たりですね。いやいい感じ。さあラスト3。さあ確率の壁を越えれるか。ラスト2。厳しいか。確率の壁を越えていけ。ラスト終わりよければ全てよし。さあどうだ。厳しかったですね。まあまあ結構当たりのキャラが出たのでまあ良かったんじゃないかなと思います。皆さんは結果どうだったでしょうか。本日はこの辺で。それでは皆さんまた。